皆様、本日はですね、約1年前ぐらいかなにとってもね大好評だった作り置きがあるんですけども、そちらの第2弾ということで1年ぶりなんですけども、冷凍もできる作り置きを作っていきたいかなと。朝起きて詰めるだけのね、簡単で美味しい作り置きやっていきたいと思います。はい、まずは野菜の下ごしらえからしていきます。その日に作るって決めた野菜のやつの茹でるものをまず下ごしらえ先にやっちゃいます。はい、まずはブロッコリーから、まあ、ここら辺のね葉っぱの部分かな、こういうのをまず取っちゃいます。そしたらここのね茎の部分からこうやってこう落としていって、こんな感じでもう適当に切り離しちゃってください。ここら辺もちゃんと食べられるように調理するんで捨てないようにしてください。そしたらたっぷりのお水に下の部分をこうやって下の方にしてこうやって洗ってあげてください。全部ほらよーく見ると結構ね、草の部分だけじゃない黒っぽいなんか塵みたいなのもね見えると思うんですけど、こういうのがねやっぱ中にねどうしても入っちゃってるんですよ。今回菜の花も使うんですけど、菜の花の方も同じような感じです。こんな感じで菜の花もこんな風に洗ってあげといてください。で、茎の部分なんですけど、茎の部分は背中の方だけはちょっと落としてあげて、この白い部分ここら辺だけを食べられるように本当にこの外側の方は切っちゃってください。こんな感じかな。こんな感じで芯の部分だけ残してあげて、あとはもう食べやすい大きさできる、まあ薄切りかな、食べやすい大きさにこうやってカットしていくだけ。こんな感じでブロッコリーは OK で、そしたらこの人参皮むいていきます。そしたらここの一番端っこの方ね、ここだけはカットしてあげて、はい、でこれを半分にして、そしたら以前も出てきたこちらですね、スライサー、めちゃくちゃ便利なスライサー。これね、あの質問だったんですけども、僕が買ったのは細切りの方です。こちらでね細くしていきたいと思います。これマジで便利、こんな感じで。これだとねめちゃくちゃ細いんですよ。なんで茹で時間はめちゃくちゃ短い方がいいと思います。めっちゃ細いんだこれ。もっと歯ごたえがあった方がいいって方は前回も使ってたこれぐらいの細さの方がいいと思います。なんでおすすめはね、何でにも合うって考えたら、あのこれ細切りのやつ買ったんですけど、もう一段階太いやつの方がもしかしたらいいかも。これだとやっぱ細すぎるからこっちにするね。一番最初のがこれ、次のやつがこれ、全然違うね。これぐらいやっぱ太さあった方がいいかな。今回も軍手でやります。綺麗な軍手でねやってあげてね、調理用のやつに分けて。こんな感じで細切りにして、残ったやつはもう包丁で細切りにしちゃいます。そしたら今回こちら大葉も使うんで、大葉もカットしといちゃいます。このここのね尻尾の部分だけ取ってあげて、これ今回10枚ですね。あ、ちなみにちゃんと水洗いしてます。そしたらくるっと巻いて、あとはこれも、細切りにしてあげてください。これは人参のやつと一緒に使うんで、これで野菜のカットと綺麗にする洗いですねは済んだんで、早速茹でていきたいと思います。では早速茹でていこうと思うんですけども、たっぷりのお湯に山盛りの塩、はい、こちらを入れて小さじ1杯かなぐらいの塩を入れて、まずはブロッコリーから入れます。でブロッコリー茹でる場合は硬い芯の方から入れてください、はい、でなんでたっぷりのお湯がいいかというと、温度の変化がねやっぱないんで、いい感じに全部茹でられる。でこれの30秒後ぐらいに草の方、辛いってやつ、ね、辛い教えていただいたんですけどコメントで、辛いの方を茹でていきたいかなと思います。はい、では30秒経ったんで次こちら草入れていきますね。で草の方は少しシャキッとした食感がお好みの方は1分30秒ぐらい、柔らかい感じが好きな方は2分から3分ぐらい茹でてあげてください。で塩を入れてあげるのは、まあ、下味付けたいっていうのもあるんですけど、こういう緑色系がねより綺麗になるんで、絶対ね塩は入れてあげてください。
はい、では1分30秒経ったので揚げていきます。ブロッコリーは水で流水で流すんじゃなくて、そのまんま置いときながら冷やしてください。じゃないと水っぽくなって美味しくなくなっちゃうんで。いい感じ、めっちゃいい緑色でしょ。はい、こちらでそのまんま置いておきます。はい、そしたら続いてこちら、人参。人参はねめちゃくちゃ短いですよ。30秒ぐらい、まあ、薄切りに細切りにしてるっていうのもあるんですけど、30秒ぐらいでいいです。さっと茹でます。はい、じゃあ人参も揚げていきます。人参も同様、水にさらさずにそのまんまボウルとかにあげて粗熱取ってあげてください。人参もいい感じの色。そしたら最後に菜の花です。菜の花も短いですね、30秒ぐらい。菜の花はめちゃくちゃ火が入りやすいんで30秒ぐらい。これも同じように30秒って言ったんだけど1分ぐらいはかな、1分、30秒から1分ぐらい。ちょっと茎の様子もちょっと触りながら見ながらで。はい、1分経ったんで、でこちらは何で最後にやったかっていうと、最後ねお湯もねそのまま流して、これだけはね流水で冷やして締めちゃうんで最後にやりました。では、菜の花の方はこんな風に水を絞ってそのまま置いておいてください。この辺でね散らばってる人参は怖い今日です。そしたら、はい、これね、はい、軽く絞った人参なんですけど、これは絞ってこの中に入れてあげてください。水気はね絞っておいてあげた方がお弁当に入れる場合は水っぽくならなくていいと思います。これはね前回のね作り置きでもあったんですけども、好評だった作り置き、これだけもう一回作りたいなと思って、こちらですね、たくあん、千切りのたくあん、こちらこれ 65g 入ってるんですけども、こちら全部使います。細切りのたくあん、細切りのがね売ってない場合は普通のたくあんを細切りにしてあげてもいいですよ。で先ほどカットしたしそ、こちら10枚分もこれも全部入れます。そしたらここにごま油ですね、ごま油小さじ1で、前回は醤油ね使ったと思うんですけども、今回はこちらめんつゆ使っていきたいと思います。これ4倍濃縮なんで、ちょっと小さじ1杯入れてから味見して様子見ます。そしたらちょっと混ぜます。これねめちゃくちゃ好評なんですよね、こうちゃんも大好きな副菜なんですけど、彩りも綺麗なんでお弁当にはすごい持ってこいかなと。ちょっと味見してみます。うん、十分味もバッチリなんで小さじ1にしときます。まあこの辺はお好みで皆さん入れてみてください。もうちょっと濃いめが好きな方は小さじ2ぐらい入れてもいいかな。そしたら最後にこちら煎りごま、こちらをたっぷり入れて、たっぷりのが美味しいです。それでかき混ぜたら、まずは一品目、人参とたくあんとしその和え物出来上がりです。はい、では、こちらですね、流水で水で締めて水気を取った菜の花になります。こちらをね半分にカットします。食べやすい大きさにね、あー半分、3分の1でもいいかな、お弁当に入れる場合は。ちょっとそこら辺はまあ適当で、まあこれぐらいがいいかな、3分の1がいいか、2分の1のもあったけど3分の1か2分の1ぐらいで。あとは再び登場のこちらめんつゆですね、こちらを大さじ2分の1ぐらい入れとこうかな。ちょっとあえてみて味見してみてください。大さじ2入れて大丈夫だな、大さじ2入れます。まあこら辺もね皆さん味見しながら、最初にドバーって入れちゃうより少しずつやってあげた方が、味が濃くなっちゃったらね戻すの大変なんで少しずつ入れてあげてください。小さいお子さんが食べる方はもうこちらで菜の花の和え物完成ですね、簡単な。で大人の方はこちらですね、からし、これを入れてください。これめちゃくちゃ美味しいんで小さじ1ぐらいかな、ちょっと味見します。いやもう抜群にうまい。はい、こちらで、簡単なね菜の花のからし和え完成です。これで2品目完成。では続いてこちらね、茹でた美味しいブロッコリー、こちらのね料理を作っていこうと思うんですけども、まずはこちらウインナー、ちっちゃい子も大人の方もみんな大好きなウインナーですね。こちらを斜めの薄切りに僕は切ります。これね別に丸でもいいんですけど、結構なんだっけ、ブロッコリーが大きいから、ブロッコリーの大きさに一緒に食べて美味しいって感じにした方が個人的にはいいかなと思います。いやでもねこうやってね作り置きとか作ってて思うけどね、本当にね世のねお母様方はねとっても大変で偉いなと思いますよ。なのでねいつもねお弁当作ってもらってる皆さんはね、たまにねありがとうとかねお手紙とかでもいいんで気持ちをね伝えてあげるとお母さん多分喜ぶと思います。ではウィンナーのカットが済んだら火にかけていきたいと思います。フライパンを火にかけて少し温まってきたらオリーブオイル少々、これ米油とか普通の油でも大丈夫ですよ、ごま油でも全然美味しいと思います。軽く油をなじませたら
ウインナーをこんがり焼いていきます。炒め終わった後に入れたいんで、シャキッとコーン1缶、はい、こちらもね、用意しておいてください。水を切っといてね。ではいい感じに火が入り始めたら、一番弱火にして先ほどのコーン全部入れて、強火に戻して、そしたら最後ブロッコリー入れます。もうここからはね、さっと絡めるだけなんで。でここで醤油でもいいんですけども、今回はね、やっぱ甘みもね多少加えるとご飯のねおかずにもなるんで、またねめんつゆ入れたいと思います。ウインナーの塩気もあるんで大さじ2ぐらいで、最後に黒胡椒、最後にこちらお好みで粉チーズ。これ粉チーズじゃなくてカレー粉とかねかけてあげても美味しいですし、コンソメとかかけてあげてもすごい美味しいです。で軽く混ぜ合わせてあげたら、こちらでブロッコリーとウインナーのめんつゆチーズ炒め完成です。名前は適当ですけども、はい、3品目完成。ではいよいよメインのおかず、ハンバーグ作っていきたいと思います。今回は新玉1個、まずカットします。すごい簡単なハンバーグだけどめちゃくちゃ美味しいから作ってみてください。で今回はね、あの玉ねぎをね炒めたりするっていう工程もないので、普通の玉ねぎよりは新玉の方が向いてると思います。でここにあるこの芯の部分、ここだけはね取ってあげた方が、硬い玉ねぎだとここら辺結構多めにカット、ここに三角形にカットして多めに芯取るんだけど、新玉って結構芯の部分が少ないんですよ。なので指で取れる範囲で大丈夫だと思います。そしたらこちらブンブンチョッパーでいつも通りみじん切りにしていきます。便利だよねやっぱり、適当な大きさに切って、はい簡単、これで玉ねぎのみじん切りは完成。そしたら約パン粉1カップ分、まあ1カップより少し多くてもいいぐらいかな、に入れたら牛乳、こちらを50ミリ入れます。そして浸しといてください。牛乳50ミリ、そしたらこちら、牛豚の合いびきですね、レジにて似合う合いびき、はい最高、こちらをね 400g 使っていきます。こねる直前に出しといてあげてくださいね、冷えてる状態でやってる方がいいです。お塩約小さじ1ぐらいかな、お塩約小さじ1ぐらい入れたらよくこねてください。手のね熱がね伝わりにくいようにね手袋とかしてあげた方がいいかな、特に手が熱い人は、手が熱い人はちょっとね冷水で手を冷やしてからこねてあげた方がいいです、油が溶けちゃうんで。でこの作業をやってあげないとまとまりが悪くなったり、旨味が焼いた時に逃げちゃうんで、最初にねこの作業はやってあげた方がいいですね。こんな感じでだいぶ粘り気が出て白っぽくなったら、パン粉、牛乳に浸してたパン粉、それから卵、卵1個はちょっとこのブンブンチョッパーに入ってるやつ全部一緒に使いたいんで、余すことなくこっちに入れて、ちょっとこっちに混ぜちゃって入れちゃいます。余すことなく使うのに便利なこれ、これね、これめっちゃいいよね、ヘラ、このヘラがねいつも使ってるこのねブンブンチョッパーにめちゃくちゃフィットして使いやすいんですよね。そしたらこちらにナツメグですね、ハンバーグといったらナツメグ、こちらを少々振りかけて、最後に黒胡椒、お好み量だけど僕は結構たっぷり入れるかな、全部入れたらもう一回よくこねます。これぐらい白っぽく粘り気が出たらもう完璧ですね。そしたらお弁当に入れるだろうなっていうサイズの大きさにハンバーグを成形していくんですけど、まあ、僕はこれぐらいちょっとちっちゃめの、いつものねハンバーグに比べたらちょっとちっちゃめのやつをこうやって空気を抜いてあげて成形していきます。はい、こんな感じで焼く前にね真ん中はへこませれば大丈夫なんで。はい、では
こんな感じでね、いい感じに成形できたら早速焼いていきたいと思います。では熱したフライパンに米油、こちら普通のサラダ油でもいいですよ。米油だと油の吸収が抑えられてよりヘルシーになるんで最近ハマってます。あとあっさりするんだよね。でフライパンが温まってきたら、先ほどのハンバーグたちの真ん中をね、少しこう押さえてあげて、膨らんじゃうんでね、押さえてあげて焼いていきます。火は中火ぐらい、中火ぐらいにしてください。あとは両面いい焼き色がつくまで焼くだけなんですけども、ひっくり返した時だけ中までちゃんと火が通るように蓋閉めたいと思います。多分ね、片面2分ぐらいかな。ちょっとひっくり返してみます。おー、いい感じ。はい、こんな感じの焼き色がつけば完璧ですね。そしたらここにお酒大さじ1ぐらいかなを周りから入れてあげて、そしたら蓋をしてまた同じ時間ぐらい待ちます。では2分経ったので見ていきます。うー、いい感じ。うん、いい感じだね。超ふっくらハンバーグ。本当はね、これはしてほしくないんですけども、本当に心配な方はここにね、一回菜箸で刺していただくと、中からね、透明な液体が出るんですよ。そしたら中まで火が通ってるってことなんで、そちらをね、目安に見てください。まあでもこの大きさでさっきの分数やったら中まで火通ってないことはないと思います。はい、ということでこちらね、一度ね、まあ火を止めてお皿に、ま、どかして残りのやつも焼いていきます。では最後ソース作りしていきたいと思うんですけども、僕はもう焦げもあったんでそのまま水洗いだけしちゃったんですけども、肉の旨味をね残していってことは、焦げの部分だけ取ってそのまま使ってもいいと思います。まずはこちら赤ワインですね。こちら料理用の赤ワインも売ってるんですけども、売ってない場合は普通の一番安い赤ワインで大丈夫です。こちらを大さじ3で、続いてはこちらケチャップ、ケチャップを大さじ3、いやソース多くしたいから大さじ4にするか。で続いてこちらウスターソース、こちらを大さじ2、で最後みりんですね。みりんは大さじ2、こちらも大さじ2。そうしたら火にかけて軽く煮詰めます。煮詰めてる間は焦げないようにだけ注意してください。でちなみに今回風味が良くするために赤ワイン入れてるんですけど、ウスターソースとケチャップだけでも十分美味しい、お子さんがね大好きな味になるので、それだけでも十分です。で煮詰まったら先ほどのこちらですね、焼き上がったハンバーグたち戻していきます。軽く絡めてあげる。焦げるのが心配だったら一番弱火にしてやってあげてね。簡単なね、ふっくら美味しいハンバーグ出来上がりです。これがメインのおかずになりますね。では最後お弁当といえば卵焼きなんで、卵焼き、厚焼き卵ですね、作っていこうと思います。今回はね、中にね紅生姜入れようと思ってるんですけども、こちらが 50g ぐらいかな、 50g ぐらい入ってるんですけど、だから 20g ぐらいかな、 20g ぐらいの紅生姜使います。そしたらこちら細かく刻みます。はい、これで OK。 そしたら卵割っていきます。卵3つだね今回は。でこれネギ、これはお好み量。そしたらお塩を少々、そこにお水小さじ2ですね。こちら片栗粉小さじ1、これ入れることによって冷凍しても柔らかふっくらするね卵焼きができるんで、逆にこれやってあげないとパサついちゃうんですよ。はい、こちらよくかき混ぜてで入れます。そしたらここにマヨネーズ、マヨネーズも小さじ1入れます。マヨネーズの風味が苦手っていう方も多分いらっしゃると思うんですけど、そういう方はオリーブオイルでもいいです。小さじ1で、最後にこれは入れなくてもいいんですけど、僕はやっぱり少し甘みと出汁が効いてるのが好きなんで、特に今回和風の卵焼きなんで、これも小さじ1かな、めんつゆ小さじ1入れたいと思います。そしたらよくかき混ぜます。でかき混ぜるときは泡立てるんじゃなくて、こう切るように混ぜてあげる方がいいですね。こんな感じでよくかき混ざったら早速火にかけていきます。では早速火にか
かけていこうと思うんですけども、中火よりちょっと弱いぐらいかな。で、今回も米油使いたいと思います。普通の油でももちろん OK です。じゃあ早速焼いていきます。全面に置いたら、この真ん中の方、ここら辺に紅生姜を入れます。一緒に混ぜちゃうとね、それでも全然味は美味しいんですけど、見た目がね、あの赤っぽくなっちゃうんで、こんな風に後から乗せてあげる方が綺麗な卵焼きできると思います。そしたら半分に折ってあげて、手前に下ろしてあげて、で、作り置きする卵焼きの場合は、あの半熟とかじゃなくて、しっかりちゃんと火を通してあげてください。で、下にこう入れてあげて、はい、固まってきたなと思ったら、こう今俺こっちでやってるけど、こっちにやってこうの方が食べやすいと、どっちでもいいですはい、そしたらまた入れてあげます。でね、小さいお子さんがいる方はね、多分甘めのね、卵焼きの方が好きだったりするから、さっきの材料にね、砂糖をね、小さじ1入れてもいいと思いますよ。もうこちらで、紅生姜の厚焼き卵、出来上がりです。じゃあ早速ね、冷凍保存する準備していきたいと思います。では、冷凍する準備していきたいと思うんですけども、まあ、準備するって言ってもそんな難しいことではなくて、こういうね、僕はね、使い回しが効く、こういうカップみたいなのを用意して、これ抗菌作用されてるやつなんですけど、そういう清潔なやつを用意して、トレイの上に並べて、ここにね、で、詰めるときは全部の材料ができるだけこうね、見えてる方が見栄えはいいかなと。でもあんまそんなに細かく気にしてたらね、時間がどんどんかかっちゃうんで、あんま深く考えずに適当に盛っちゃってください。で、さっき作ってた、食べられるって言った茎の部分、茎の部分をやっぱね、弁当に入れちゃうとやっぱ見栄えあんま良くないんで、残ったやつはやっぱ朝ごはんとかに食べちゃってって感じで、綺麗に見栄えがいいやつを弁当に入れてあげる方がいいんじゃないかなと思います。こちらも全部の色が出るようにこうやって入れておいてあげると、こんな感じに盛ってあげたら、あとは上からラップをしてあげて冷凍してあげるだけです。で、前の日に解凍しておいてもいいし、こういう風につゆが少ない、その汁っぽくないやつはもう冷凍のままお弁当箱に入れていただければ、食べる頃にはちゃんと溶けて美味しくいただけるので、そちらでも大丈夫だと思います。で、続いてハンバーグなんですけども、ハンバーグはまあ食べる量にもよるんですけど、僕たちは1回に2つぐらい食べられたらいいかなと思うんで、食べる個数分だけ入れてラップしてあげて保存します。で、菜の花とかももうさっきと同じように小分けしてるそのカップの中に入れて、これね、菜の花もカップに入れてやる感じですね。じゃあ最後、卵、お弁当に入れる大きさにもうあらかじめカットしてあげて、ほら綺麗でしょ、こういう入ってると、あらかじめカットしてあげて、今回の場合だったら8等分かな、こんな感じでラップにこうやってくるんであげて、全部ラップに包む前に粗熱は全部取ってあげてくださいね。一回食べる分ずつこうやって包んで、こんな感じで保存してあげてください。はい、ということで、だいぶね、動画的に長くなったかもしれないんですけども、簡単にね、作れる作り置き作ったので、ぜひ皆さんね、真似して作ってみてください。じゃあ早速ね、お弁当に詰めて実食していきたいかなと思います。こちらで野菜たっぷりハンバーグ弁当出来上がりです。はい、早速実食していきたいと思います。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。まだ僕見てないんですよ。じゃあ、まずじゃあ、開けてみてください。いいおーまず、これねめっちゃ美味しそうじゃん。
こんなにちょっとあれだったら悩むよ。まずちょっとこれ菜の花、菜の花かな、菜の花おそらく。いや、これからいただきます。うまい。ちょっとハンバーグいっていいですか。あー、かわいいサイズ。いただきます。あ、うまい。うん、おいしい。うまい。じゃあ僕もいただきます。最高じゃん。いただきます。あ、これ大好きなやつ。あー、そう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 、こいちゃん好きなやつね。あ、うーん、まっ。春の彩りハンバーグ弁当です。最高じゃん、これ。開けてこれだったらマジでテンション上がるよね。うまっ。ほんとに美味しい。なんか卵焼きが変わってるね。うん、ちょっといただきます。中に紅生姜が入ってます。うまい。なんか、うまい、うまい。初めて食べた紅生姜が入ってたのがめっちゃうまいわ。うまかった。じゃあうまかった。最高だね。ということで本日はですね、本当に1年ぶりの作り置きのレシピなんですけども、今回はですね、本当に冷凍して作り置けるやつなんで、うん、2週間から1ヶ月ぐらい、まあ最高1ヶ月なんですけど、僕は2週間ぐらいで、やっぱ風味とかも落ちちゃうんで食べていただけたらなと思うんですけど、そちらをね、お弁当こちらに入ってる全部冷凍できるんで作らせていただいたんですけども、どうでした。美味しかったしね。なんかさ、うん、あとやっぱさ、その、まあ、個別に食べる作り置きでも美味しいんだと思うんだけどさ、うん、こう弁当になってるってより美味しいよね。そうだね。すごいいいなと思います。めっちゃいいわ。美味しかったです、はい、もう副菜とかもね、いろいろ含めてたくさん作らせていただいたんですけど、どれかね一つね参考になるものがねあれば嬉しいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、はい。